はい、先生もらんでーす。はい、かのちでーす。たけでーす。はい、マシコです。よろしくお願いしまーす。はい、たけさん。はい、ちょっとお邪魔させてもらってますけども、マシコさん2月10日、ね、ゆうきさんと原宿行ってましたけど。あれ行ってたっけ、俺。行ってましたよ。行ってました。カメラ一生懸命回してたじゃないですか。あれ言ってたっけ、あれなんか大丈夫、役に立ってるだけだ店員さんから厳しいですって大丈夫はいはいはい、言ってましたよね。実は僕も原宿いたんです、あの時。本当にそうですいたんすよ。どこにいたの？並んでたんですよね、すごい並びがあって。どこ行ったら当ててやろっか。はい、リーバイス。正解。あれリーバイスは並んでないです。リーバイスじゃなくて、もうちょっとほら、日本のさっき、ほら、この前、やつで、A から始まる、A から、A から、もう、ヒント、T シャツ。アディダス。ああ、わかりました。日本のね、はい、有名スニーカーブランド。そう。アキレスですね。それも気になるけど、それも違う。もうじゃあもう言いますね。アシックスです。あれ、俺アシックスあの時行ったような気がするんだけどな。え、ちょっと待って、あの時タケさんに会いましたっけ？あ、偶然にも会いましたね。あったな。偶然にも会いました。カメラ回したけどデータ残ってなかったって言ってやったな。そういうことでした。最悪じゃんそれ。で、その時に買ったスニーカーがあって、本当その当日発売だったんですよ。それをね、ちょっと皆さんに。紹介したい。はいはいはい。でーでーでーということでね、細かいところで言うと、これ最近黒、ね、これに変わったんです。あ、本当だ、変わってる。これですね。うわゲルマイ。いや、箱にゲルマイって書いてある。そうなんですよ、ね、多分初めてだと思うんですよ。すげーアピール。ついにさ、興味持つ前までは、はい、もうタイガーって言ったら炊飯器だぜ。間違いない。でも確かに。でもこの箱特別じゃないですか。だっていつも青いね、箱だもんね。かわいい。じゃあどんくらい違うか比べてみましょうか。比べましょう。いや、比べるまでもないって。はい、すげえおしゃれになったね。そうなんですよ。なんかこれがおしゃれじゃないみたいな。だって言い方変える。すげえポップになったね。ポップじゃねえべ。迷彩なんですよ今回。じゃあスペシャルボックスってことですね。なんですね。あ、ビームスのビームスなコラボなんで。はい、ドーン。うわー、かっこいい。素敵でしょう。これまあゲルマイでゴアテックスの、まあ僕は勝手にね、ゴアマイとか言ってますけど、ゴアテックスのゲルマイです。素敵。素敵じゃない。これ微妙にミスマッチみたいになってるんですよね、カラーが。これはね、ミスマッチだね。ミスマッチなんですよ。よく見ていただくと、これ結構まだゲルマイ手出してない人とかでもちょっと手出しやすいカラーでもあるかなって思ってて。すごいね。そうです、タンの部分にちゃんとこっちにはアシックスって書いてあって、あ、ビームスって書いてある。ビームスって書いてあります。黒夢わかんねえからいいや。はい、ここにアシックスとね入ってあってね、こちらにはビームスと入っております。おお、素敵。あとシューレースの替えと、初めてシューレース止め、はい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 、がついてるのも特徴的ですね。ゲータレード意識したのか。もうタイミング的には重なってるから、まあかもしれないですね。はい、これですね、一番使い方に困るやつ。はい、これも意外と数が少なかったようで。あ、マジで。僕8番目ぐらいだったんですけど、はい、案内される前にもう26点は完売ですとかアナウンスされてたんで、意外と数が少なかったんだなっていう。なんで先行予約されてる方はね、無事買えたと思うんですけど、当日はもしかしたら泣いた人もいたかも。そうね。あ、よく見たらインソールもね、完全ビームスカラーでね、ちょっとよく見ると迷彩になってるんですけど、はい、うん、ビームスゲームひどいコメントだな今の。ビームスゲル。新しい。でもね、特徴を捉えてますよね。そうです。ビームスだし、ゲル仕様だし、あとゴアですね。ゴア。ビームス、ゲル、ゴア。これインディアンみたいな。これさ、タケさん、履いていいの？ぜひ。じゃあこれカドッチに紹介しようのコーナーにしましょうか。うん、そうしましょう。うん、やっぱりね、まだカドチさんご紹介して好評だったんです前のね。そうだね、うん、でもまだちょっと手に取っていただきたいってことで、うん、こんなものありますよってことでしょうかね。ちょっと追い打ちをかけようかなと。そういうことです。そうですね、僕はね、紹介された瞬間買いましたけど、カドチは買ってないんでね、ちょっとね、アシックス処女をね、いい加減捨てた方がいいんじゃないかなっていうね。処女なんですね、そっちなんです。そうだね。そうそうだね、うん、言われてみれば、うん、思ってないね、俺。そうだね。
同じ絵だからいいかと思ったアディダスで。はい。おお。じゃあ履いていただきましょう。履いてみましょうか。おや。はい。やってみよう。やってみよう。はい、門倉さん履きました。どうですか。正直に言うと、はい。ちょっと一回全身取って。はい。この格好に今日の靴ねえだろうと思ったのよ。あれ意外と入ったね。すげえかっこよくない？めっちゃかっこいいね。めっちゃあり。履いた瞬間ワクワクしちゃった俺。めっちゃかっこいいじゃん。いや、いいね。右と左違うね。やっぱりね。はい、行くよ。こっち右。左か、こっちが左足だね。左。はい、じゃあ、右足見せてもらっていいですか。こっち右。あ、右は黒が外に来るんだね。文句がかっけえじゃん。ずりじゃん。しかもゴアテックス。何これ。これ、そうなんすよ。履き心地いい、やっぱり。あ、ちょっと悩む。黒ひもよりも俺こっちの方が好きかも。俺さ、意外とさ、カーキ着るじゃん、すごく。冬場になったら。超羨ましいんだけど。これか。かっこいいね、マジで。はい、履いてみました。履かせていただきました。はい、どうでした、どうでした。一言言っていいですか、うん、俺買いたかったこれ。俺ね、正直言うよ、2月恨むぜ。2月はね、2月恨む、本当に、うん、欲しい靴いっぱいありすぎる。選ばなきゃいけない。そうなんですよ、僕たちね、お金がないんでね、全部買えないんですよ、欲しいもの。大変なことだったよな。そう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 。この同時発売だったさ、マジックスティックの時どうしてマシコさんは買わなかったの、欲しかったの。めっちゃ欲しいっすよ。めっちゃ欲しいけどお金がないんだよ、全部買うほど。他に欲しい靴の優先順位があるんだよ、世の中。泣く泣くスルーしたというね。はい。さあ、でもやっぱ僕が気になるのは、はい、チさんの評価です。なるほど、カオチ評価しちゃいます。今日しちゃいます。じゃあ行きましょうか。おいえ。はい、じゃあカオチさん、はいよ、今回もいつも通りこちらのスニーカーの評価の方をお願いしたいと思います。お、いつも通り星3つで評価していただきます。はい、もちろん角地と独断の偏見で結構です。いや、門倉さん、はい、こちらのスニーカー星いくつですか。こちらのスニーカー、うん、星、うん、3つ。おお、白梅までは、うん、黒表にかなわねえべと思ってたの、正直。はい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 、はい、いや、履いたらかっこよかった。ですよ、一番俺が好きなのここの黒ね。ああ、ここの黒、いい差し色ですよ。うん、そうっすね、すげえかっこいい。アホか。もう今カドチさんね、ゲルマイどっちも3上げてるから、そうだ、マシックスデビューはゲルマイの可能性も十分ありますね。あるね。わあ、今度また見に行こう。うん、行きましょう。お、はい、ということでね、今回はね、アシックスタイガーとデュースのコラボレーションモデルのゲルマイですね。もうゲルマイって言ったらね、竹さんですよね。ありがとうございます。そう、紹介させていただきました。はい、はい、むしろ紹介してもらいました。はい、で、ね、あ、何、まあ、今日ゲルマイ紹介しに来たんですけど、はい、もう一足だけちょっと今日お見せしたいスニーカーあって。あ、そうなの。そうです。まあ、もしよければね、門内さんにも見てもらってっていうところ。おー、なるほど。じゃあ次やろう。次で、うん、次やろう。じゃあここ一旦閉めますよね。はい、ということでね、まあ、次回もあるみたいだぜということで、以上、青春オーバーランでした。またねー。